20年も眠り続けるってどんな感じ？いつもの睡眠と同じよ。目が覚めたらコンピューターのデジタル表記が20年過ぎたことを教えているだけ。肉体的にはわずか1ヶ月しか年を取ってないんだから実感はほとんどないわね。トレーニングセンターの研修会でも教えられたけど、それ本当なんでしょうね。目が覚めたらバッチリシワが増えていたなんて。やよ私。ピリおいおい、猫まで連れて行くんか？かわいそうでしょ。地球に置いてきたら二度と私に会えないんだから。惑星探査に猫が何の役に立つのかね。その変なおもちゃよりマシなんじゃない？え、これか？いるかもしれねえぜ、エイリアンがよ。惑星 LAO3 は誕生して45億年、地球で言えばプレカンブリア時代と推測される。したがって生息している生物はストロマトライトと呼ばれる柱状の粗生物、ないしはお利口さんだよ。ん？なんでそれ？本社の社員がこれを知らないのですか？ありがてえ会社の旗だってことは分かってるよ。そんなもん持ってきてどうすんだよ。会社の所有地に建てるんです。契約外の仕事ですけれどもね。出世すら。だけどよ、本当に契約守ってくれるんだろうな。ボーナスに出張手当、危険手当もです。そう、それもあるな。俺たち帰ってくるの40年後だぜ。まさかその場でお前ら定年だなんて言われるんじゃねえだろうな。大丈夫、契約は守らせるわ。その代わり皆さんの勤務評定はバッチリ私がやりますからね。それで社長のお嬢様がわざわざこのボロ船に。おい、ナンシー様に失礼な真似をするんじゃないぞ。お猫様にもだ。研修会でもよく顔を合わせたっけな、日本支社の兄さん。俺はオーストラリア支社のディック・ベリーってんだ。よろしくな。け、相棒にはなりたくねえな。たく、うるさい連中ですな。まるで小学生の遠足騒ぎだ。猫やショットガンまで持ち込んでどういうつもりなんですかね。そう言いなさんな。大人になってもおもちゃを手放せないのは彼らだけじゃない。私だって例のおもちゃを持ち込んだよ。へえ、またあれをですか？そう、いくつになっても思い出があるものは手放せなくてね。それにしても最近の惑星探査の選抜要員、だんだん質が落ちてきてますね。宇宙の大航海時代だよ。各企業が血まなこになって新惑星を求めている今、多少即席のクルーがかき集められるのも無理ないって話だ。ポートで愚痴を聞かされたよ、バイカル号のキャプテンからな。どこも同じらしい。だんだん自信をなくしてきましたよ、ああいう連中の面倒を見るのがね。素人のくせして横柄で言いやがる。まあそう言いなさんな。彼らは大企業のエリート社員、我々は雇われ船乗りだ。彼らの新惑星調査の手助けをしてやるのが仕事じゃないか。もっともそういう私もこれを最後の航海にするつもりでいるがね。船を降りるんですか？ああ正直言って疲れたよ、宇宙の漂流生活にな。Thank you.
言ってたの？びっくりしたわよ。カプセルを覗いたら蓋がとっくに開いてるじゃない。いや、ワット、連中の様子はどうだ？かなり参ってるみたいですよ。口渡し者でも初心者ですわ。やっぱ予定より作業開始時刻を遅らせるかな。それまでにプローブを打ち出して地表の正確なデータを集めておこう。キャプテン。どうした、ゴッド？エマージェンシーコールが入っていました。20年前にです。エマージェンシー？正確に言うと出発後3ヶ月と15日過ぎてからですわ。何だろう、聞かせてくれ。サルデス号キャプテンマイク・ハミルトン君、私は新株の人事課長だ。諸君たちが出航した後で重大な事実が判明したので報告しておく。これはシークレットに属する。かまわん、続けてくれ。この船の中でシークレットもないだろう。これは当人事課の重大なるミスなんだが、我が社が選抜した惑星探査要員の中に身分詐称で潜り込んだ不届き者がいる。つまり我が社の正社員でない2名がカードを偽造して月都市のトレーニングセンターで催された研修会に参加、そのままサルデス号に乗り込んでしまったのだ。2名の人物は判明した。これより身分と写真を送るから直ちに身柄を拘束して。消されています。これじゃあ連中のうちで誰が怪しい2名だか分かりゃしないぞ。しかし彼らは同じ企業の社員なんだろう。お互いに顔を見知ってる仲じゃないのかね。不審な奴は分かると思うが。ああ、そりゃダメですわ。ダメ？シンカムってのは世界的な規模の大会社でしてね、連中は本社勤務の社員だけじゃなく各国支社から選抜されてきてるんですよ。イギリス、オーストラリア、香港、日本とね。だから連中が互いに顔を合わせたのは月都市のトレーニングセンターが初めてだと思いますよ。カードが全ての時代、それ以前に紛れ込んでしまえばわからないってわけか。かなり準備してますね、その二人は。リスクを焼却してますし、なかなかの知能犯だと思われます。何かい？我々が冬眠中に起き出して地球からの報告をチェックしたというのかい？はい。そして自分たちに都合の悪いところを焼却して再び水槽カプセルに入った。タイマーに細工をしておけばできないことじゃありません。ディスクを完全焼却してないことが奴らに時間がなかったことを証明していると違いますか？ご苦労なことだ。しかし放っておけんでしょう。その二人は何が目的かな。まさか新惑星でロビンソン・クルーソーを気取ろうってわけでもあるまい。タイムエスケーピー、時の逃亡者です。ああ、俺も聞いたことがあるな。それ地球や月で事件を起こした奴が宇宙船に潜り込む。首都航海が40年から60年何食わぬ顔で地球に戻れば事件を記憶してる者は誰もいねえ。そう、冬眠カプセルのおかげで本人は半年と年を取っていないから、その気になれば人生のやり直しが効くし、再び犯罪に走る場合もある。タイムエスケーピーか。どうします？どうするって？二人を探し出して拘禁しますか？拘禁するって、ここは船の中だよ。我々だって拘禁されてるようなものだろ。放っておこう、つまらぬことさ。お、来た来た。いやあ、キャプテン、皆さんもそのおはようと言っていいのかな。私は専任ドクターとして配属されたハリス・ミードですじゃ。それはどうも。諸君、気分はいかがですかな。早速だが、諸君たちに本船の現状を報告しておく。我がサルデス号は無事に惑星 LAO3 の衛星軌道上に乗って航行している。高度3万6000キロ、速度約6000ノットのスピードだ。これから諸君たちはトランスポートシップで惑星に降り立ち、地質調査や鉱石の収集をするわけだが。キャプテン、第4ブロックの温度が急低下しています。モニターに映し出してくれ。戻して。そこだ。ダクトが破損して冷却風が漏れている。デューラ、皆さんに実技指導してくれ。君。次郎高木、日本人です。と、君はその。モーガン・スコット、言っとくけど本社勤務だぜ。あ、そう。君とでデューラー整備機師長とダクトの修理を頼む。ああ、おもちゃは置いていってくれ。必要ないだろう。これがないと寂しいんだよね、俺。預かるよ。
キャプテン、妙なんです。どうした？第4ブロックのダクトの破損ですけどね、リモートマニピュレーターの接触が原因と思われます。マニピュレーターが確かか。ディスクに記録が残っています。私たちの冬眠中に誰かがコンピューターに指令を出しています。それでどうしたんだよ。え、それで終わりですよ。なんでしまらねえあの中の誰かが例の2名じゃないですか。目的は分かりませんよ。聞いてみなけりゃ。やっぱ見つけ出した方がいいんじゃないですかね、その2人。俺今度の仕事なんか嫌な予感がすんだよな。コンピューターのデータバンクから奴らの経歴を引っ張り出して一人一人照合させますか。彼らが承知すると思うか。プライバシーの侵害だぞ。しばらく様子を見よう。探偵ごっこより任務を優先させるべきだと思うよ。引っ掛けやがったぜこの猫。余計なちょっかい出すからよ。あ、リリー。動物が好きなのかね。猫はね、犬は嫌いだけど、うん、そいつは珍しいよ。まったくだ。俺なんか猟犬を10匹も飼ってるってのによ。ありがとう。いや、鼻がムズムズしやがる。どれ。キャプテン、俺たちはいつから仕事を始めるんだい。地上に打ち出したプローブからのデータを分析してからだ。まあしばらくはのんびり休んでくれ。どうでもいいけど、いつまでも船にいるのはごめんだぜ。あいつが一番怪しいかな。たく辛気くせえ船だな。そろそろいいかな。キャロライン、データの収集だ。ガイ、ワット、トランスポートシップの点検を頼む。なあガイ、あのモーガンって野郎が怪しいとなるともう一人は誰だろうな。俺はジミって野郎だと思うよ。そうかな。俺香港娘かなって思ってんだけど。あれ違うよ。どうして。言う俺の好みのタイプだからよ。キャーは言ってくれるぜ。あ、リリー、在郷軍人病とでも申しますかな。肺の中にバクテリアが詰まっての窒息死です。バクテリア？船内は消毒されているはずだが。地球のバクテリアではありませんよ。興味深いのは肺の中で奇妙な活動をしていることです。あれ、詳しいことはまだ分かりませんが、早速調べてみましょう。いや、まさかこんなに早く私に仕事が回ってくるとは思いませんでしたよ。ワット、ガイ、トランスポートシップの点検に行ってくれ。他の連中は2班に分かれて船内の捜査だ。どういうことだ。船外漂流物が搬入された形跡がある。バクテリアはそれに付着していたものと考えられる。一班は第4ブロック、もう一班はモーガンの倒れていた通路だ。
が出ちまったな。嫌な予感が当たったよ。リリーって言ってたかな。フリ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 。それらしきものは出てきませんね。ああ、一体誰が何を運び込んだのか。困ると言ったんですが。何？地球に残してきた家族から何かメッセージは届いていないかと思いましてね。おかげで面白いものを見つけた。サルデス号キャプテンマイク・ハミルトン君、私は新カムの人事課長だ。諸君たちが出航した後で重大な事実が判明したので。身分カード偽造者が2人この船に乗り込んでいるとさ、俺たちの中にだ。しかも報告は途中で消されてる。納得のいくように説明してもらいましょうかね。今はそんなことを詮索している場合じゃないだろう。何者かが搬入した船外漂流物を探し出す方が先だよ。分かってないな。だからその二人がマニピュレーターを。キャプテン来てください、ハリス先生が。モーガンと同じ症状です。死体から感染したのかな。弱ったな。頼りの先生が亡くなったんじゃ手も足も出んぞ。だから言ってるんだよ、潜り込んだ二人を見つけ出す方が先なんだって。国籍は？香港。生年月日？私もこんなことしたくはないんだけどね。一応みんなが承諾してくれたことだし。生年月日？2261年5月10日23か。学歴？ワシントン大学卒業。へえ、私生児がいるんかい。どんな学生生活を送っていたんだ。続けるかい、ミスターディック。みんなやったらいいわ。誰にだって人に知られたくない傷の一つや二つはあるわよ。それをみんなで暴いて罵り合えばいいのよ。会社のためさ。じゃあ次は俺がやってもらおうか。キャロライン、トランスポートシップのチェックはどうなってる？降下ポイントまで1時間ってとこじゃないか。それがガイとワットからまだ連絡が。何？国籍は？格納庫内のカメラを動かしてくれ。ワット、ガイ、シップの整備はどうなった？カメラはズームアップします。なんてこった。第一次の探査隊派遣は諦めるとしよう。次の降下ポイントに着くまではどのくらい待つんだ？3時間だ。どうする？それまでプライバシーの暴きっこを続けるかい？一応公平にやっておかないとね。リリー、リリー、探してくれる？いいよ。のんきなお嬢さんだな。こんな時に身元照合を続けるから見つけたらすぐ戻ってきてくれ。それに猫の首に紐をつけて勝手に出歩かんようにするんだな。あいつ気に入らないわ。まるで人のプライバシーを覗きたくて船に乗り込んできたって感じだな。会社に忠実っていうのも考えもんね。リリー。生きていればちょうど君と同じぐらいか。え？なんでもない。
俺こっちを探してみる。リリー、リリー、リリー、ジミー・メンゲル、麻薬の前科があるな。なんだって？俺は知らんぞ。データバンクが答えを出してるよ。ハイスクール時代に火災で保護観察処分を受けてる。それは俺じゃねえ。ハイスクール時代のことならよく覚えてる。俺の友達にジミー・ヘンゲルってやつがいたんだよ。スペルが一字違いだからよく間違われたんだよ。そいつなら確かに麻薬をやっててポリコーに捕まったさ。俺じゃねえよ、俺じゃねえよ。そんな言い訳誰が信用する？ポリスだってインプットミスを犯すだろうさ。誤った記録が俺の人格を決めてしまうのか。残念だが今これが全てなんでね。しかし当面の問題には関係ねえ。次はあの日本人だな。キャプテン。おお、待ってたぜ。どうした？メディカルルームへ来てくれ。4人の死体が消えている。これはどういうこった？パンツまで残して素っ裸で死体が消滅しているぞ。ところで君はどうしてここへ？猫を探して。おかしいじゃねえか。猫がここにいなかったから探しに出たんだろうが。リリー、どうした？カビが猫を食べとる。この壁錆び出してるぞ。高性能宇宙合金製の壁だよ。錆びることはありえない。バクテリアだわ。例のバクテリアが侵食してるのよ。侵食？どうします、キャプテン？バクテリアの正体も分かってないんじゃ手の打ちようがない。全員メインブリッジへ引き上げだ。感染の恐れがあるこのブロックは捨てる。これでバクテリアの恐怖は消えたのかい？どうかな。キャプテン、そろそろ降下ポイントに近づきますが。おう、こんな時だが任務が優先だろう。ゴッド、リューラと一緒に2号艇のチェックをやってくれ。ハンガーデッキの消毒を忘れずにな。君たちは第一次探査隊の人選だ。定員6名、うち2名はゴッドとデューラ、従って4名ということになる。時間はある、ゆっくり決めるさ。それよりまだ身元証言の済んでない者が2人いるんでね。日本人、次郎高木とお嬢さんだ。ディック、あなた私まで疑ってるの？本社勤務のモーガンならいざ知らず、オーストラリア支社の俺にはあんたの顔は初めてなんでね。
俺もいいみたいだな。今のところはな。クソ、尻尾出さねえな。疑いは晴れたのかね。当たり前よ。何さ、あの男。わかんねえな。それじゃあ保護者が送ってきた情報はガセネタかい。人騒がせな会社だぜ。まったく。ガセ？あ、ドロシーは？君たちと一緒じゃなかったのかい、ドロシーは。いいえ。ひょっとしてメディカルルームじゃないのかな。メディカルルームだ。そんなところに何の用があるんだよ、あの子がよ。さあね、戻ってきたら尋問してみたら。それとも何をしてるのか覗きに行ってみるかい。小僧。キャプテン。どうした。ハンガーデッキのハッチが開いていく。キャロライン。私ではありません。指令はマザールームから出ています。マザールームとの回線が切られました。何。ここからの船の操作は不可能となりました。ゴッド、リューラー、聞こえるか。緊急事態が発生した。直ちにハンガーデッキより避難しろ。解除ができない。中にいるのは誰だ。この船には我々13名の他にもクルーがいたのか。ここにいねえのはあの香港娘だけだぜ。案外その中に隠れてるんじゃねえのか。いや、ドロシーじゃない。どうしてそんなことが言えるんだよ。あれからだいぶ経っているのに戻ってこねえってのは不思議じゃねえか。そういえば、まさか。キャプテン、ちょっと来てくれ。また消えてる。どういうことだい。ドロシーはここで自分の肺の検査をしていたんだ。どうしてわかる。もう一人ここで同じことをやったやつがいるからさ。もう一人。お前か。それで隣室の死体消滅を発見したんだな、ジロー。まさか。そう、恐ろしい想像だけど、バクテリアはすでに我々の体の中に入り込んでるのかもしれない。ドクターが在郷軍人病みたいなものって言ってたよね。ずっと昔20世紀の後半かな、ニューヨークのあるホテルで在郷軍人会のパーティーが開かれた。翌日パーティーに参加した人たちがバタバタと死んでったので、この名前がある。死因は呼吸困難による窒息死。検査の結果、肺の中にはバクテリアが詰まってたってことだ。モーガンたちと同じ症状か。原因はホテルのクーラーだった。屋上の水槽タンクに入り込み、繁殖したバクテリアが空調設備を通って各部屋にばらまかれていったってわけさ。それで第4ブロックのダクト破損事故。もし何者かが搬入した船外漂流物がエアロック解除後にあそこに吸い込まれたって考えたら、バクテリアを付着させた搬入物は水槽タンクに運ばれる。そしてバクテリアは増殖して、空調機を通して船内の各部屋にばらまかれた。肉体的条件により反応が起きるには個人差があるだろう。がいずれドロシーもそれに気づいたんだよ。嘘。死体の消滅も
バクテリアのせいかい。そこまではわからないよ。地球にも物体を腐食させ消滅させる菌はあるけれど、こんな短期間に骨まで消してしまうバクテリアの存在なんて今のところ考えられないからね。詳しいんだね、医学に。少し。あ、おかしいぜ。コンピューターのデータによると、二郎高木は宇宙工学の専門家となってる。医学生とは記録されていない。やっぱりそうか。道理でしつこいわけだ。あんたもシンカムの社員じゃない。刑事さんだね。医学の知識はあるとは言ったけど、医学生とは言わなかったぜ。なぜ決めつけた？あんたも、と言ったな。そうだよ、刑事さん。キングスストリートで3人の男を射殺した殺人鬼はこの俺だよ。40年の時間逃亡を企んだが、まさかここまで追ってくるとは思わなかったぜ。ありがとうよ、自白してくれて。サイドワインダーディックと呼ばれた俺の面目も立ったぜ。こんな時に逮捕もないだろう。俺はね、キャプテン、船に乗ったら船乗り任せ、飛行機に乗ったらパイロット任せというのが主義でしてね。専門外のことで悩んだってどうにもならねえやな。この船を無事に地球へ戻す、それはあんたの仕事。俺は俺の職業に忠実なだけよ。人事課長からの報告は君が考えたトリックか。話は通したさ。会社も協力的だったぜ。何しろ犯人は医学生ということと、シンカムの社員カードを持って月に逃亡したらしいという情報しかなかったんでね、あぶり出しが必要だったんだ。このサルデス号が正常な状態にあるんなら誰も君の行動を非難しないさ。しかし君、なんならドロシーのようにレントゲンチェックをしてみたらどうだ。分かってねえな。刑事ってものはたとえ相手がマシンガンを持った凶悪犯でも単身素手で立ち向かわなきゃならねえ時もあるんだぜ。絶えず死と直面した仕事なんだよ。俺の体内にもバクテリアが入り込んでるだろうさ。やがてモーガンのように死ぬだろうさ。でも俺は今も生きてる。そしてこいつも生きてるんだ。生きてる限り犯人を逮捕しなきゃならねえ義務があるんだよ。それが職業なんだよ。青臭いな。青臭いだと？随分な言い方をするじゃねえか。私の年いくつだと思う？ね？キャロラインは？私は230歳。キャロラインは153かな？151ですわ。みんなそうだったよ。ゴッドもデューラもワットもガイも地球の年齢で言えば200近いのさ。宇宙航海士ってのは残酷な職業でね。冬眠システムの開発で肉体的には年を取らずに済むようになったが、一航海終わって帰ってみれば地上は40年50年と過ぎてる。初めは面白いよ。赤ん坊だった子供が自分より年上になって迎えてくれるんだからな。しかし2航海目から嫌になってくる。顔見知りがいなくなってるのは当然だとしても、何と言っても答えるのは時代についていけないという感覚だ。新しい科学、新しい考え方、おびただしい情報、ついていけないんだよ。自分は過去の遺物だと自己嫌悪に陥るし、周りも何か生きた化石でも見るような目で接しているのに気づく。逃げるようにまた船に乗る。そして違う時代へ帰る羽目になる。そんな経験を3度4度と味わってみろ。宇宙航海士という職業は一体何であろうかと疑問が出てくる。虚しくなる。あんたも同じ思いを味わうだろうさ。その犯人を連れて地球に戻ったところで誰が歓迎してくれる。40年前の事件を記憶してるのはコンピューターという機械だけなんだよ。どうした？撃つな！
大丈夫か。ジーコンが働いていても地球と同じというわけじゃないんだぞ。なんだ今の化け物は。あれも漂流物と一緒に船内に入り込んだものかい。わからんよ。とにかくマザールームをジャックしたやつを捕らえることだ。そいつが何かを知ってるだろう。キャロライン、ジミー、君も手伝ってくれ。医学の知識があるならその男の治療を頼む。手錠を外してやれ。ここが医療室で幸いだったな。ドアを焼き切ろう。機関室に行ってくる。ここで待っていてくれ。ああ、溶接のことなら多少わかるから手伝うよ。今更後悔しても始まらないけど、来るんじゃなかったな。地球にいれば今頃美人じゃないだろうけど、女房をもらい子供の教育にオロオロしている年だもんな。俺はよ、会社じゃうだつの上がらない存在でね、いくら一生懸命働いても上役にはちっとも評価されていない。わかる？よくいるよそういうのは。そんな時に本社から惑星探査要員の募集が来たんだ。誰も応募する奴はいなかった。条件はいいけど、誰だって地球を離れたくはないや。家族や恋人と別れてまでもさ。君はどうして応募したんだ？初めて部長が声をかけてくれたのさ。週末を一人寂しく過ごしている俺が手頃な人材だと思ったんじゃないの？俺もさ、その気になっちまったのさ。大冒険に参加して会社や町の連中を驚かせてやろうと思ったんだ。こんなことになるんだったらバカにされてでも地球にいるんだったな。おかしいかい？いや、船に乗り込んでくる者は何かしら心に傷を抱いている。長い時間の旅でその傷を癒そうとするんだろうな。そういう人たちを随分と見てきたよ。すまねえな、さっきのショックでどっかへ吹っ飛ばしたらしい。鍵が見つからねえんだ。いいさ、なんとか応急処置はできたから。ありがとう。はあ、聞いていい？何？どう見てもあなたが恐ろしい殺人鬼だとは思えないんだけど。人は見かけによらないよ。俺が3人を殺したのは事実なんだ。何があったの？そいつらが妹を薬漬けにしたんでね。麻薬？いい子だったんだ。留学して2年、毎月頼りがあったのにプツリと途絶えた。学校に問い合わせてみた。とっくに退学してるって返事だった。宿舎を訪ねてみたよ。引き払った後さ、探したよあちこちと。やっと1年後見つけた時には身も心もボロボロになってた。どこで見つけたと思う？キングスストリートの召喚さ。それで妹さんは？死んだ。だから殺したのさ。
妹を麻薬の世界へ引きずり込んだ奴らを。確かに麻薬は地球や月を汚染してる。しかし殺すことはなかった。あの3人は俺が追ってた売人だったんだぜ。あいつらを捕まえれば上のもっと大きな組織を摘発できたんだ。それをお前がめちゃくちゃにしてくれた。知るかそんなこと。俺は俺の恨みを晴らしただけさ。結構だ。なら分かってくれるよな。仕事を邪魔して警視総監賞をパーにしてくれた野郎を恨み続ける俺の気持ちがよ。でもどうやってうちの会社の選抜隊員になりすますことができたの？俺の友達があんたの会社の支社にいた。その男二郎高木が逃げることを勧めてくれて、妹の恋人だったといえば分かってくれるかな。あれ、キャロラインは？探してくれ。住んでる。侵食のデータじゃないか。何？このブロックも腐食し始めている。メインブリッジへ急げ。キャロラインとジミーは？姿を消した。おそらく急げ。すごい腐食だ。これは
シンカムという会社には科学技術開発部があるのかね。どこの会社にだってあるわよ。それがどうしたっていうの、こんな時に。登録番号23703リリーキャット。え、恐ろしく精巧な猫型ロボット、君のペットのリリーにそっくりなやつだ。なんでまた。そのロボットがこの船を鼻から操っていたんだ。頭のいい技術者たちは現場の私たちを信用してはいなかった。私たちはあまりに古臭い、経験と勘に頼る化石のような航海士よりも正確にコンピューターを操る機械にプロジェクトの命運を託したんだ。なるほど、機械は眠らないさ。我々が20年の眠りに入った時にも奴は働いていた。船外に漂流物が通れば指示通り採集したり、惑星のデータも十分すぎるほど記録したろ。奴は会社にとって最も信頼のおける優秀な社員だ。おかげで人体にも船にも有害な未知のバクテリアを持ち込んでくれた。ひどい。リバーサーだ。リバーサー、未知のバクテリアの恐ろしい作用だ。生命体の細胞を一度破壊し、新たに別の細胞を活動させる。その働きにより人体の体型を全く別の形に変化させてしまう。イモムシと蝶では細胞の働きがまるっきり違うっていうのは知ってるだろう。じゃあ、あの恐ろしい生き物はみんな私たちの仲間の変わり果てた姿だっていうの？ドロシーやキャロラインやモーガンたちの衣服だけが残ってるわけだ。まあ、なんてやつだったの。わかるよ、あいつの気持ちが。どっちみち助からぬ運命でも無駄死にだけはしたくなかったんだろう。この船に乗り込んだ意味を、俺を追い詰めた意味を考えれば、金輪際手錠を外すことはできない。あいつは殉職を選んだのさ。立派だぜ。あいつだ。あいつが腐食しているブロックを法的してるんだ。ゴッドやデューラーと共にハンガーデッキを捨てたように。どうなるの、ここも捨てられてしまうの。いや、ここはビームの最先端、ブロックやカーゴでないから大丈夫だが、船が丸裸にされたら。やっぱり機械だな。自分もいずれはバクテリアに侵されるのに、助かろうと必死になってもがいてやがる。どうするの。俺たちもう行き場がないんだよ。このまま船に残ってたって、そのうちミイラになるか、ディックたちのような姿になっちまうか。だったらここで死んだ方がマシさ。だろ。君たちはどうする。一応三発詰めておいたぜ。なんでこんな船に乗り込んじゃったのよ。ほんのちょっとした戯れだったのに。友達にいたのよ、嫌な子が。B
人で頭が良くて私のボーイフレンドを奪ったのよ。だからいたずらしてみたくなったの。若いまんま40年の旅をして年寄りになったその子の前に帰ったらどんなに気持ちがいいだろうかって、こんなことになるなんて考えてもみなかったわよ。妹のそばに行くか。お、マキ。今さら悪あがきしてもキャプテン、奴は腐食しないぞ。我々が死んでも奴は地球に帰還するぞ。奴はバクテリアに侵されないって。マザールームでサルデス号の侵食データを見た。カーゴやブロックはほとんどやられていたが、エンジンルームからメインケーブルが走っているビーム、すなわち本体は大丈夫だった。なぜだ。電圧によって発生する磁場の強弱の差だ。ある一定の強さの磁場に触れるとバクテリアは死滅するか活動を停止すると考えたら、自ら磁場を発生させているロボットは多分サルデス号の本体と共に無傷で地球に帰還するだろう。奴はそれを知っていたのだ。ブロックやカームを放り出したのは推力を上げるためだった。いいのか、我々13人が実行年彼方の宇宙で死んでも会社の連中は悲しみはしない。機械が忠実に運んできたデータを手にして喜ぶだけだぞ。そうと分かってもどうにもならないだろう。俺たちに一体何ができるんだ。生きろ。あの刑事がいいこと言ったよ。いずれ死ぬと分かっていても俺たちはまだ生きているとな。生きている限り生き延びる方法を考えるんだ。無理よそんなこと。目の前に浮いている惑星へ行け。生きる条件は揃っているだろう。シップがないのよ。捨てられてしまったのよ。ある。私のおもちゃがな。来るんだ。私が航海士として初めて宇宙に出た時の記念すべきやつさ。以後航海に出るたびに船に乗せてきた。ゴッドたちには笑われたが、なかなか捨てる気にはなれなくてな。キャプテン。頼りない航海士ですまなかったな。せめて最後は船長らしい仕事をするよ。キャプテン。いいな、生きろよ。生きる方法を考えろ。登録番号23703、リリー・キャット。貴様を宇宙の塵にしてやる。地球には帰さん。
のそばへ行ける時が来た。みんな一緒にこの惑星に降り立つはずだったのに。どうしたの？何を考えてるの？美しい蝶はかつて自分が芋虫であったことをおぞましいことだと思うのだろうか。芋虫もまた蝶を見て羨ましいと思うのだろうか。俺たちにもやがてリバースする時が来るだろう。それが俺たちに約束された運命ならば、運命に準じて生きてみよう。どうせ未来なんて誰にもわからぬことなのだから。